みなさんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校4年生の理科物の温度と体積の内容ですこの動画では皆さんに考えてほしいときに一時停止して考えてみましょうというアナウンスが流れますその時は動画を一時止めて指示されたことについて 考えをまとめましょう考えがまとまったら動画を再び再生し次に進みましょうある日のことですコップに移して途中まで飲んだペットボトル飲料が飲み切れずに余ってしまったので冷蔵庫で保管することにしましたそして次の日冷蔵庫を開けると 冷蔵庫を開けるとびっくりそれは冷蔵庫の中にはへこんで形が変わってしまったペットボトルがあったからです確かに冷蔵庫に入れる前は丸い形だったのですがどうしてこんな形になってしまったのかとても不思議になりましたペットボトルに原因があるのかペットボトルの中の水や空気に原因があるのかがわかりません そこでペットボトルを空にしても同じことが起こるのかペットボトルの中を空気だけの状態にして冷やしたり温めたりしてみようと思いました空のペットボトルを氷水で冷やしてみようと思います するとペットボトルはこのようにへこみました今冷やしてへこんでしまったペットボトルをお湯につけて温めようと思いますするとへこみがなくなり元通りの形になりました この実験の結果から冷やすとペットボトルはへこみ温めるとペットボトルは膨らむことが分かりましたペットボトルの中に入っている空気が冷やされたり温められたりすることでペットボトルの形を変えているのだろうかという疑問が残りましたそれでは次回の動画でこの問題をテーマに調べていきたいと思います 今回の動画はここまでです。さようなら。そこで最初は空気について調べることにしました。最初のテーマを空気の温度が変わると空気の体積はどうなるかにして学習を進めたいと思います。